皆さん、お疲れ様でした。雨にもかかわらず参加していただきまして、本当にありがとうございます。事故もなく、本当にここに来ていただいて、本当にありがとうございます。ですね、今回、4回目となる、本当に僕、来るだけで全く何もしてない状態なんですけれども、皆さん、本当に協力していただいて、ドキタボードさんはじめ、本当にいろんな人の協力でこうやってできてます。で、今回ですね、本当に毎年ハイドアップ中心で、協賛という形で商品を集めてやっていたんですけれども、本当にいろんなメーカーさんが手を挙げていただいて、協賛するよっていうことを言われて、こんだけ集まるのは多分どんな大会も多分ないと思います。1位の方なんかは多分総額10万以上はあると思います。はい、2000円でタックルベリーさんに売ったらかなり儲かると思います。はい、で売らないでくださいね、悲しいんで。まず僕のスポンサーであるモーリスさん、今回も第1回目から協賛していただいています。本当にね、モーリスさん今来年に向けて徹底してバスの方に持って力入れてます。で、新しい商品も多分どんどん出るんで、また本当にフィールドに合う細かいこういう何ですかね、状況に対応するような商品作るんで、またぜひ使ってあげてください。今回はね、ここにライン結構数多く入れていただいてます。ありがとうございます。で、次はですね、フラッシュユニオンさん、これ僕の大先輩である藤木さん、小学生からほとんどずっと先輩で釣りに行ってもら連れて行ってもらったりしてる仲なんですけども、ご存知だと思うんですけども、僕も藤木さんも某メーカーさんを辞めた人間です。で、辞めた人間でもやっぱりもう男のバス業界情熱持って、藤木さんも今やっておられる最中です。で、本当ね、職人、ね、質でちょっとね、後輩の僕が言うのはあれなんですけど、本当おとなしくて不器用な方なんです。でも作るものはすごい最高なんで、本当ぜひ亀山でもね、アウルワーが結構あるんで、ぜひ使ってあげてください。今回はですね、ルワー向け結構出てますんで、ありがとうございます。で、次はベースデコンプさん、これもですね、僕のもう本当も超昔からお世話になってる方で、メーカーさんなんですけど、今回ね、服をもう70着ぐらい出していただいてます。そんなにいらんのかっていう感じなんですけど、本当に物がいい、素材がいいっていうか、本当に何ですかね、いいものを作ろうってやっておられるブランドなんで、本当結構知ってる人は知ってると思うんで、今回ね、総額にしてこれ何ぐらいですかっていうぐらいで売らせてもらってるんで、ぜひバスだけじゃなくて街中でぜひいただいた方は来てください。ありがとうございます。で、続いてですね、島野さん、これ僕も、3年ぐらい前から2年かな、サポートしていただいているメーカーさんなんですけど、今回は、キャップと、袋いろいろ出していただいてます。ありがとうございます。島野さんもですね、関西のメーカーです。琵琶湖のイメージ強いんですけど、関東でももっと細かいこういう何ですかね、ピッチングとかいろんなそういう対応するところの部分を今どんどんやろうとしております。来年再来年とまた期待していただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。次はですね、明宝さん、皆さんもっとあると思うんですけど、タックルボックスです。今回もまた結構いろいろ出していただいてます。ありがとうございます。で、次はですね、キラーヒートとレジーノ、これ神谷のところですね。いろんな名前があるんで僕もようわかんないですけど、僕のところのマッカは神谷のところでやってます。で、ストリートティップと
かは全部すべてあれです。カビオの手でやってもらってます。元これって面白いのは僕のこのファームもそうなんですけど、カビオのとこもそうです。結構ね、トヨタさんの考えとほとんど同じみたいな感覚です。いいものを、最高のものを選んで、コストの安いところを選んで、で最高の技術で最高のものを使って価格を安くして提供するっていうやり方をやってます。なのでワンランクツーランク上の竿が低価格で買えるっていうことになってます。で今回はね、竿をね2本出していただいてます。ありがとうございます。続きはですね、 RCMF、これはラーメンカレーミュージックレコード、ソニーさん、奥田民生さんがレーベルやっておられるフィッシングバージョンで、これはハイドアップの方で代理店やらせていただいて、販売店選ばさせていただいて販売しておりますというのを検索が今回出ております。ありがとうございます。でですね、次はですね、エバーグリーンさんは、これ僕が育ったメーカーです。で、何かとずっとまだまだずっと、もうずっとですけど、もう本当にキクモさんはじめね、いろんな人とご縁がありまして、今回もね結構かなり多く出していただきました。でハイドアップとの例えばワイドですね、最近だとジャックハンマーとワイドの相性が良くて琵琶湖ではすごく広まってます。でフットボールにはスタッカーワイドオリジナルが結構、この組み合わせはどんどん琵琶湖の方で広まってきて、やっぱ相性がいいっていうメーカーさんなんで、こちらもぜひ亀山でもしよろしければ使ってください。ありがとうございます。次はですね、フラッシュレーサーさん、ここにブースを遠く大阪から来ていただいたんですけども、まだフラッシュレーサーさんはバスボートメインでやっておられるんですけど、多分ここが一番合うんじゃないかなと来ていただきました。で僕初めてエレキセンの時に八坂ダムでつけさせていただいて、たった2日間の練習なんですけど、初日はハイバイパスで朝から晩まで延々走り続けました。それで全くバッテリーの減りがなかったんです。多分この亀山でも朝から晩まで最後まで踏みっぱなしでやったとしても多分パワー落ちないと思います。少々値段は高いかもわかんないですけど、10年保証でかなりいいものになっております。どんな機能か僕はあんまり詳しくないんですけど、終わったらぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。でフラッシュレーサーさんからは商品券で総額5万円くらいですかね、キャスティングさんなんですけどね、いただいたりではノーフィッシュの方、先にねまだねプレゼントあります。今度はじゃんけんです。どうしましょう。じゃあ室町さん、はい、前に立ってください。はい、ノーフィッシュはノーフィッシュはあります。ノーフィッシュはノーフィッシュパック、はい、ノーフィッシュパックの中にノーフィッシュなんで、一回コースを降りていただいておかっぱりから始めてくださいいろいろおかっぱりセットで出したりバランスが結構入っております。なんとも言えないアンバランスな感じだなと思うんですけど、自信に戻って始めてください。で、うまくなったらと思ったら滝田元さんにもう一回戻ってきてくださいはい、じゃあ1名になります。いきます。最初はグーじゃんけんポン。はい、パーの方、はい、パーの方、2回目いきます。最初はグーじゃんけんポン。グーの方、あ、残りました。はい、じゃあもう一回いきますか。じゃあもう一回いきます。最初はグーじゃんけんポン。あ、パンの方、はい、ウィンドショーはですね、中にもまたいろいろもろもろ入っております。ウエストバッグの中に入っております。これはウエ
リートですね。絶対試合じゃねえよ。日本のウィードです。45g。深井さん。あれ？ここにありますよ、45g を持ってきた人。35g。35g。すいません、10g を多く。すいません。マッカーっていうのはもう マッカもうそのままです。赤いというマッカッカとかそういう意味なんですけども、赤い星、八角形の八角の星があります。これで和名が入ってます。これで和名をつけていただいて、夏木親が今活躍中のイエローモンキーの吉井和也さんで、赤星っていうのが日本にブラックバスを輸入した初めての方です。しようという意味も入っております。で、8という数字が、すごく入ってまして、8つ の, 戦略ということで、ラージマウスを8本で攻略しようというやり方のスタイルの竿です。で、いろんな意味がありまして、8、僕の誕生日8です。で、吉井和也さん誕生日も8です。8日です。で、8を横にすると無限という意味になって、いろんな願いを込めてやってます。で、僕の親父がですね、8月8日、命日なんです。で、いつも8月8日には滋賀県琵琶湖で花火大会やってます。で、8色の色を入れてます。まあ、本当に末長くっていうかね、ずっと使える竿を本当にこうバン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 モデルチェンジするんじゃなくて、本当に生き長くずっと使える竿を目指してやっております。で、僕のところサイドアップはですね、ルアーもうほとんど10年超えてるやつがいっぱいあります。20年もうなろうとするスタッカーオリジナルで、ワイドも10年超えました。で、1フランクも10年超えました。本当に僕も維持になりまして、ずーっともう本当に昔のね、どこにでもある KD さん、本当にどこにでもあった TD5、 Eルアーってどこでも買えるっていう、どこでも補充できるっていうルアーを目指して今もずっとやっております。で、まあ、今回8機種加えて、来年もしかしてさらに違うシリーズですね、ラージだけを攻略するっていうのが、まあ、限界があるんで、スモール、いろんな、例えば、ビッグベイト、特殊な釣りに対応するシリーズを、とりあえずは向けて、今ずっと2年動いております。まあ、これも実はほとんど展示してあるやつそのままです。で、デザインがまだ決まってないんですけども、1本だけ赤い竿があります。で、赤い竿がスピニングの竿なんですけども、今年の、トップ50の桧原湖戦で50優勝をいい竿ならせていただいたんですけども、前日にサンプルで届いた竿なんです。で、それが奥田民夫さんが赤い竿を作れと言われて出てきたのが赤い竿なんです。で、今度のシリーズは真っ赤になるかもわかんないです。まだまだ決まってないんですけれども、本当に現場重視で、本当に僕のところはルアーメーカーです。で、ルアーが決まるっていうことは竿もビシッと決まります。ラインも決まります。なので、本当に現場に合うルアーをしてドットもしっかり作っていきますので、ぜひ注目してください。で、今回持ってきたのは、マッカシリーズの中でも一番硬い竿です。71H。で、これはですね、最大、まあ、ルアーで言ったら、ジョイクロぐらいまでは投げれます。で、非常にパワーがある、対応できます。思った以上に、柔らかいんですけども、最近の竿っていうのは硬いから強いっていう意味じゃなくて、柔らかいから
反動で魚を寄せるっていうパワーに変わりつつあります。で、まあ、この亀山ダムでも特に来年の春とかもうやっておられる方いるかもわかんないですけど、琵琶湖はもう10年以上定番になってます。10グラムぐらいの高さ 1.3.5 インチのヘビダン、これ本当に効果ある。で、僕らこれを20ポンドで昔から10年以上前からやってるんですね。で、最近出したモーリスさんのリーダー、太いリーダーがあるんですけど、これに結構つながってくるんです、実は。で、20ポンドのラインを使うっていうことはリーダーがね、硬いんです。細いラインを使うとスッとまっすぐ落ちるんですけど、20ポンドでやってる人と10ポンドのラインで使ってる人、ずっとガイドやってたんですけど、どっちが釣れるかという琵琶湖では圧倒的に20ポンドやったんです。で、細いラインを使ってる方が絶対釣れるってみんな言わはるんですけど、全く釣果は逆やったんです。で、その原因って一体何があるか言ったら、ここにいる中村さんが結構されてやられたんですけど、コールするときにラインが硬いとスライドするんです。普通ラインは細かったら真下に落ちるんですけど、ヘビランのリーダーが硬いと横に行く、スッと横に行く。これだけでも全然違うルアーに生まれ変わる。それを昔から自然にやってたと。なんでこれが釣れるのか分からなかったんですけど、まあ本当にそのスナッカーの3インチのヘビランっていうのはもう本当琵琶湖、まあ最近ではもういろんなところで使われるようになってきて、今年はとうとう藤原湖で一部の人間が大爆発されまして、琵琶湖のルアーがどんどん日本に広がっていきます。で、今回はこのもう本当そうですね、スタッカーとヘビランをもう一番メインで使われるこの差を7-1-1、これ2人じゃんけんで当ててください。まず1名からいきますね。最初はグーじゃんけんポン。最初はグーじゃんけんポン。よーく見ておりますね、あれ。最初はグーじゃんけんポン。最初はグーじゃんけんポン。あ、おめでとうございます。すごいな。最初はグーじゃんけんぽん。最初はグーじゃんけんぽん。本当ありがとうございました。なかなか関西の人間でめったに来ることがない亀山なんですけども、いつもねこうやって温かく迎えていただいてありがとうございます。来年はですね、本当に年々参加人数が増えているんですけども、来年はちょっと、そうですね、そんなメーカーも増えてきたことなんで、青木大輔、森とかにもちょっと言って実際に教えてもらうように土下座しに行きます。次は負けるんで、当時は負けてないんですけど、去年は小森君とかね、いろんな人間に出してもらったりとかしてたんですけど、まあ、もう本当僕の場合はもう本当にハイドアップっていうよりも人に恵まれてこうやってやっていってるメーカーなんで、僕は皆さんに感謝したいなと思いながら、本当こうやって正直大当たりなんです。やはりでも本当に僕はもうハイドアップっていうのはもう本当に人のつながりを、皆さんこのスタッフもそうなんですけど、大事にするメーカーでありたいということと、本当にね、否定するつもりはないんですけども、派手なそういう宣伝はやらないと、本当に現場主義になりたい、現場のことを本当に真実を発信し続けるっていうメーカーでありたい、もう本当昔ながらのアナログのやり方っていうのをモットーとしてやっておりますので、本当に今もね、来年に向けて、来年そうですね、新製品に向けて
何種類か増えます。それもやっぱり現場で必要なものとして、ただ自然を出すっていうんじゃなくて、本当に必要とされるものを長く愛されるルアーを作っていきたいと思うので、ぜひ今後ともハイダップをよろしくお願いします。ハイダップスタッフね、ここには監督の方もいっぱいいるんで、いろんなわからないテクニックとかあれば、皆さん本当は人がいい人集まってるんで、僕のところは気軽に声かけて聞いてください。ありがとうございました。またよろしく。